今川北条を怒涛のごとく飲み込んだ信玄は勢いそのままに徳川領遠江へと軍を進める。武田軍は徳川家康がこもる浜松城を悠然と通過、精進して織田領に向かう姿勢を見せた。若き家康は信長への義理もあり城を出て追撃だが、これは信玄の思うツボだった。三方ヶ原の地で虎は容赦なく徳川軍に牙を剥く。だが徳川の宝、三河武士たちが必死の抵抗を見せる。武田の将、三方ヶ原の戦い。さすが三河武士だ。敗勢をものともせぬね。将を蹴散らし敵の戦意をくじくのじゃ。やっぱ徳川の鞍替えした。どうぞ。家康様はいいけど、皆を守ってくれ、悲しい戦いを終わらせてくれるんです。いや、乱世に王道を出すのは親方様だ。家康では敵将討ち取ったり。怪我さずに済んでよかった。
ため逃さんよ。少しは楽になるか。デモン！我らを倒さぬ限り、ここからは出られぬぞ。差し違えてでも、貴様を止めてみせる。デモン、どうかご無事で。モノ、先を急がれよ。拙者がこれにて追手を防ぎまする。戦わず、さらば。デモン！の散り際は見事。後に残すものがあるからこそ彼らは散る。雪村、死に様でなくその生き様を見よ。生き様？家康様、早く逃げてください。私、精一杯頑張ってみます。
私に。わけにはゆかぬ。天下に太平をもたらす。その時まで。おことの言う通り、命なくては何もなせぬ。さて、家康一人にかまけてはおれん。このまま精進し、京を目指す。
こたびの戦どう見る？徳川の将の散り際見事でした。ですがあれほどの忠臣を捨て駒にする家康という男、非常に過ぎます。ほう、大事な家臣をおいそれと死なすなど大した器ではないと。将も将よの、情けも知らぬ主のため無駄に命を散らしおる。それはつまり家康にはそうまでして成し遂げたい何かがある、家臣もそれを心得ていると。信行は里いの。さて、気がかりなのは雪村よ。おことも薄々感じていよ、雪村の本質を。あやつは信繁に似ておる。どこまでもまっすぐ、己の信念に死すような男よ。もし弟を失えば、私は親方様のようには振る舞えないでしょう。それでは雪村が悲しんじゃうよ。堂々とせよ信行、しなだれた背中を雪村に見せてはならん。はい。すまんね信行、家康は倒せても間に合わんかもしれん。おことにわしと同じ思いはさせたくなかったが。戦は終わったってのに物騒な目だ。三河武士の死に様に当てられちまったか。左近殿、どうせなら生きてる人間を見ろ。それは徳川家康、あの男一人生かすために将も兵もこぞって命を投げ出した恐ろしい男だ。ただの逃げ足の速いタヌキじゃないんすね。やつがこれで終わるとは思えない。倒してみたくならないか。堂々と真正面から。はい。